ね。もう他の話何に変わるな。めっちゃボリボリ。なんか体あいなくなった。気まずい気まずい。ありがとうございます。はい。ちょっとね、さっき私動画撮ってる時に私はジャイアンだって話をしてたので、まさかはねちょっと答えにくい恋愛相談でびっくりしました。さあ、受けてくれるかな。こんにちは。こんにちは。なんかみんなすごい躍動感のある子なので。はじめまして。はじめまして。どこにいるんですか？大阪にいます。あ、住所じゃなくて、その、家です。あ、何ですか？家ですか？はい、家です。あ、よかったです。なんか恋愛、そう、あ、いいですか？音声、YouTube の恋愛相談の動画で使ってもいいですか？はい、はい、大丈夫です。あ、ありがとうございます。なんか、ありますかね？はい。なんか僕今高校生なんですけど、はい、なんか先輩に恋してて、うん、でなんかその先輩が、うん、陸上部で、おお、でなんか僕もなんか7月の初めらへんにテストで、うん、でなんかそのテストの最終日に、うんうん、陸上部に入るんですけど、うん、はい、なんかその先輩に何やろ、こうした方がなんか好かれやすいよって書いてありますか？ああ、え、その先輩は話したことあるんですか？はい、はい、ありがとう。なんか連絡とかは取ってますか？はい。うん。なんだろう。その人のどういうとこが好きなんですか？でも顔と性格です。おお。そんなに関わったことがないのに性格が好きなんですか？と、なんか部活動体験っていう時に知り合って。なるほど。体験の時。はい、あ、じゃあ結構関わりがあったんですね。はい。なんだろう。でもやっぱ好きって言われて嫌な人はいないと思うので、はい、なんかもう変に歩み寄らないでちゃんと最初から好きっていうのを伝えてもいいんじゃないですかね。はい、あ、なるほど。やっぱ後輩ってだけで同級生には関わりが少なくなっちゃって不利だと思うので、はい、うん、なんかそこはなんか年下のその強みを生かしてストレートにアタックしていいんじゃないですか？はい、ああ、なるほど。頑張ってみます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。かわいい。最後に写してくれた顔、最後にずっと写さず終わるのかなと思ったら最後に全画面で映してくれた。ありがとうございます。さあ、じゃああと一人くらいいきますかね。こんばんは。こんばんはじゃない。こんにちは。あ、こんにちは。恋愛相談ありますか？あ、この音声 YouTube で使ってもいいですか？全然いいです。ありがとうございます。あやね推しですか？アイコンがあやねだった。うん。ありますかね、何かお悩み。いや、悩みというよりは、うん、どんな場所で遊ぶのかって。どんな場所で遊ぶの？今、うん、なんか彼女がいて、うん、
どこで遊べばいいかなって。あ、デートにまだ行ってないってことですか？まあ一回行ったぐらい。彼女はどこに行きたいとかあんまり言わない？ないっすね。ないです、あんま。今おいくつですか？今、今年15です。若い！ 15？ 中学2年ですか？中3です。はぁ！中3か！だったら別にね、デートしなくてもいいかなって思っちゃうんですけど。でもやっぱデート、中学生だったら映画とか、はい、なんだろう、なんか、まあ映画とかだったら大人になってもいけるから、はい、その若い時に、学生の時にしかできないこと、制服でなんか、はい、お散歩するとか、プリクラ撮るとか、はい、それ学生のデートみたいなのしてほしいですけどね。あんまり誘えないんですか、そういうの。いや、誘えますけど、どういうのがいいのか分かんなかった。うん、ああ、何がいいのかなって。あ、はい。でも何でも嬉しいと思いますけどね。なんか付き合った時点でやっぱもう好きってことだから。あ、はい。なんか別に、一緒にいたら多分幸せだと思うし。若いなぁ。これからですね、いろんな恋愛をしていくんでしょうに。あ、はい。あ、はい。はい。応援してます。あと、乃木坂の2期生大好きなんで。ありがとうございます。かわいいね。ありがとう。私も2期生大好きです。あやねのことよろしくね。応援してください。はい、これからも。なんかみんな最後に顔映してくれるんだけど。ありがとう。では。また頑張ってください。ああれあ、いなくなった、いなくなった。ありがとうございます。はい、ということで、あのお話聞けたので、ちょっと皆さん、じゃあ YouTube の動画楽しみにしててください。またこうやって急遽いろんな質問募集したりとかすると思うので、皆さんぜひ送っていただけたらなと思います。バイバイ。